コロンビア。コロンビアはアメリカ合衆国サウスカロライナ州の中央部に位置する商工業都市。同州の州都であり、最大都市である。人口は12万1395人。2005年、推計。6軍にまたがる都市圏では67万9456人を数える2004年アメリカ合衆国統計局推計。市名のコロンビアは、 クリストファー・コロンブスから取った名であり、アメリカ合衆国そのものを比喩的に指す言葉としても使われることが多い W ・ヒストリカル・コロンビアも参照のこと。コロンビアはミッドランズ、ミドランズと呼ばれる州中央部一帯の中心都市である。州の地理重心に近いその位置から1786年にサウスカロライナ州の州都となり、 合衆国史上初の計画都市の一つとして建設された。コロンビア市民の生活の質は高く、市内に文化施設、公園、娯楽施設を豊富に有している。同市はワシントン DC の非営利団体、パートナーズ・フォーリバブル・コミュニティスによって、アメリカで最も住みやすい30コミュニティのうちの一つとして挙げられた。近隣の都市としては、ノースカロライナ州シャーロット市が、 同規模の都市としては、アラバマ州、バーミングハシ、ミシシッピ州ジャクソン市、バージニア州リッチモンド市、ミネソタ州セントポール市などがそれぞれ挙げられている。また、コロンビアはサウスカロライナ大学の学術都市でもある。サウスカロライナ大学は国際経営学の分野に力を入れており、同部門は US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングで、学部は全米1位。 大学院はサンダーバード国際経営大学院に次いで2位にランクされている。同校は学問、スポーツの両面において、州内のもう一つの有名州立大学、クレムソン大学とライバル関係にあるが、クレムソン大学が工学系に強いのとは対照的である。その他にも数校の大学や私立高校を有し、市の教育水準は高い。 コロンビアは NBA インディアナペイサーズのスター選手、ジャーメイン・オニールの出身地でもある。コロンビアは1786年にサウスカロライナ州の州都と定められ、全米最初の計画都市の一つとして建設された。コロンビアの位置は地理的に州の中央部であるため、州全体が発展していく上で非常に重要であった。また、サンティー川とクーパー川を結ぶ。 全長約3 5トルの運河が1800年に完成し、州南部の港湾都市チャールストンとの水上交通が発達し、その後の鉄道の発達により、運河は1850年頃には使われなくなった。1801年にはサウスカロライナ大学が創立された。コロンビアは1805年に正式な村となり、1854年には市に昇格した。 しかし、1865年2月17日、南北戦争の最中、コロンビアの大部分は北軍に破壊された。その後の市の建て直しにおいては、元黒人奴隷が衆議会に賛成したこともあって、全米から、レポーター、ジャーナリスト、旅行者が集まり、注目を集めた。建設ブームも起こり、鉄道の修復も進み、周辺への雇用喪失ともなった。 20世紀初頭は、コロンビアは一帯の繊維産業の中心地として栄えた。繊維6社の工場がコロンビアで創業し、3400人の雇用、81万9000ベイドル、当時の年間賃金、480万ベイドルの経済波及効果をもたらした。1908年にはメインストリートの17ブロックでコロンビア市内初の舗装が行われた。 1911から12年には再び建設ブームが起こり250万ベイドル相当の建設が市内で行われた。1940年代に入るとコロンビアは人種差別撤廃への動きを見せ始めた。1945年、連邦の判決はアフリカンアメリカンの教師の給与水準を白人教師と同等にすることを定めた。しかし、翌年には 州は多くのアフリカンアメリカン教師から教員免許を剥奪してしまった。1962年8月21日、ダウンタウンに立地する8県のチェーン飲食店が初めてアフリカンアメリンの客に昼食を出した。1963年にはサウスカロライナ大学が初めてアフリカンアメリカンの学生を受け入れた。同年、 市の様々な機関がアフリカンアメリカンの職員を雇用し、市における人種差別は撤廃された。こうした努力が認められ、1964年には1951年に、ついで2度目の全米都市賞、オール・アメリカシティアワードを受賞した。1965年にはニュースウィーク市の記事で、かつての人種隔離を自ら克服し、自由を勝ち取った都市として報じられた。 1950年代に人口は急増し、都市圏人口は186,844人から268,828人へと40%の増加。地域人口も1950年の86,914人から10年間で97,433人へと増加した。都市圏人口はその後も増加を続け、1980年には41,088人。 1990年には、約47万人、2004年のアメリカ合衆国統計局の推計では67万9456人で、全米第71位の都市圏へと成長した。一方で、歴史的な街並みの保存も行われ、重要な観光資源となっている。コロンビアは、日市、日本の四国や紀伊半島と、ほぼ同位のである。 アメリカが州国統計局によると、コロンビア市は総面積 330.8km である。このうち 324.3km が陸地で 6.4km が水地域である。総面積の1.95%が水地域となっている。コロンビアは、ピードモント大地の滝線上にあり、大地と海岸低地との境界線上にあたる。 陸上交通と水上交通の接点になり、滝を利用した水力発電が可能であったために都市が成立した。このような立地の都市は滝線都市と呼ばれる。コロンビアのほか、ワシントン DC やバージニア州リッチモンド、ノースカロライナ州ウローリー、アラバマ州タスカルーサなどの例がある。コロンビアは秋、冬、春には温暖である。冬の夜に、 氷点下に下がることはあるが、寒い日が続くことは滅多にない。特にアザレアをはじめとする、様々な花が咲く春が美しい。一方、夏は、アメリカ合衆国南部の多くの都市同様、蒸し暑く、高科学スモックが発生しやすく、過ごしやすいとは言えない。アメリカ合衆国東部の多くの都市同様、欠片の気候区分では、CF、温暖湿潤気候に属する。 コロンビアは、交通に支弁で、成長著しいサンベルト地帯にある、商工業都市である。国際経営学の分野で、全米最高の評価を誇るサウスカロライナ大学を、抱えるため優秀な人材も豊富で、外資系、企業70社以上、フォーチュン500に入る、大企業14社がコロンビアに本社を置いている。サウスカロライナ大学自体も重要な雇用種である。その他、 州都であるため政府部門や医療部門の雇用も多い。市の玄関口となっている空港は、コロンビアメトロポリタン空港である。ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港、オヘア国際空港、ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港、デトロイトメトロポリタン国際空港といった、主要航空会社のハブ空港から多数の便がある。 コロンビアでは3本の週間高速道路が交わり、市の環状道路を形成している。I-20 はテキサス州とサウスカロライナ州を結び、大陸を横断する幹線である。I-26 はチャールストーンを起点として、サウスカロライナ州を従管し、テネシー州で I-81 に合流する。I-77 はコロンビアを起点とし、 ウェストバージニア州を縦貫して、オハイオ州に入り、クリーブランドに至る。途中、ウェストバージニア州の州都チャールストンを通る、このチャールストンは、州南部の港湾、観光都市チャールストンとは異なる。コロンビア駅というアムトラックの駅もあり、ニューヨークとジョージア州の港湾、観光都市サバンナを結ぶ、パルメット号や、ニューヨークとマイアミを結ぶシルバースター号、シルバメテオ号が停車する。 グレーハウンドのバスターミナルはダウンタウンの東端に位置する。ニューヨークとアトランタ、クリーブランドとオーランドを結ぶ幹線バス路線が停車するほか、チャールストン、ジョージア州オーガスタ、ノースカロライナ州シャーロットといった近隣の主要都市へのバスの便もある。市内の交通としては2002年に設立されたセントラルミッドランズ地域交通局シエマルタが運営する路線バスが コロンビア市内及び都市圏を広くカバーしている。2000年現在の国勢調査でコロンビア市は人口116,278人、世帯数42,245、22,136家族が暮らしている。人口密度は358.5人、キロメートルである。142.3件、キロメートルの密度で46,142件の 住宅が建っている。同市の人口構成を人種別に見ると、白人49.22%、アフリカンアメリカン45.98%、ネイティブアメリカン0.25%、アジア人1.73%、太平洋諸島系0.09%、その他の人種1.36%、および、パ欠1.36%である。 人口の3.03%はヒスパニック、またはラテン系である。コロンビア市内の同じ通り、数百ヤードの間隔で2棟のユダヤ教会堂が存在する。最近の調査では、市内には661棟の礼拝堂が存在する。同市の42,245世帯のうち、18歳未満の子供がいる世帯は25.4%、結婚。 同居している世帯は31.5%、未婚、離婚女性が世帯主である世帯は17.6%、非家族世帯、一人暮らし、ルームメイトと独身者同士で暮らしているなど、家族ではない世帯は47.6%である。単身世帯は37.0%、65歳以上の老人一人暮らしの世帯は9.8%である。 世帯の平均構成人数は2.21人、家族の平均構成人数は2.97人である。同市の人口構成を年齢別に見ると18歳未満20.1%、18から24歳22.9%、25から44歳30.1%、45から64歳16.6%、65歳以上10.3%となっている。 年齢の中央値は29歳である。性比は女性100人当たり、男性96.2人である。18歳以上では女性100人当たり、男性93.4人である。コロンビアの主要な新聞はザ・ステート誌である。このほか、ザ・コロンビアスター誌、ザ・フリー・タイムズ誌、アフリカン・アメリカンのための情報を提供する SC ブラックヌズ誌がある。 コロンビアメトロポリタンマガジン誌。コロンビアメトロポリタンマガジンは、コロンビア都市圏のニュースやイベントを報じる、格月誌である。コロンビアには、サウスカロライナ州の公共、教育チャンネルであるイタブ社、及びラジオ版のイタブラジオ社の本社がある。このほか、各種テレビ局がコロンビアに支局を置いている。また、コロンビアは AM8 局、FM16 局のラジオ局を有する。 コロンビアは州都、かつ、文京都市であり、文化、教育施設が充実している。このほか、サウスカロライナ大学は、各種のスポーツイベントを開催している。特に、フットボールシーズン最終戦、クレムソン大学との試合は、大変盛り上がる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。